ケンジントンアウンドチェルシー王室特別区はイングランドのロンドン中心部の西寄りに位置する王室特別区の地位を有するロンドン自治区の一つである。区の面積がロンドン自治区の中で最も小さく、人口密度はイズリントン区に次いでロンドンで2番目に高い。ロンドンの中心部であるシティオブ・ウェストミンスターとは王室特別区域の東側で隣接しており、西側では ハマースミスフラムクと教会を接する。通称アルバートポリスには、ビクトリアアルバート博物館などの大型博物館のほか、劇場や大学等があるほか、ナイツブリッジには、ハロッツやハーベー・ニコルズなどのデパートが機関店を構え、ナイツブリッジとベルグレービア、ケンジントン・ガーデンズの各地区周辺には多くの大使館が立ち並んでいる。 ノッティングヒル地区で開催されるノッティングヒルカーニバルは欧州最大のカーニバルである。中心部はロンドンの高級住宅地としても知られる。一方でイングランドで最も貧しい10%にあたる地域と最も豊かな10%にあたる地域が混在しており貧富の差が非常に大きい地区でもある。区の自治主体はケンジントンチェルシーロンドン自治区議会で区の元ッは ラテン語で、クワムボヌムインウナムハビタレであり、大まかに訳すと、仲良く暮らすことは、良いことだである。また、ケンジントンには、在英フランス人のコミュニティがあり、フランス政府認可の用高のリセも置かれている。フランス政府の統計によると1991年以来、増加基調にあり、2006年には8716人余りに跳ね上がった。ちなみに、 ケンジントンから東側にあるナイツブリッジには在英フランス大使館がある立地になる。1965年1 9 6 3年ドンドン政府法の規定に基づき旧ケンジントン区と旧チェルシー区が合併して誕生した。ケンジントン区は現存する4つの王室特別区の中の一つになり、王室特別区の地位は新しい区により引き継がれた。新しい区は当初はただ、 ケンジントンと呼ばれていたが、地元の指示により、チェルシーも含められるようになった。ケンジントンチェルシー区内の典型的な通り。区内には、ロンドン地下鉄の全12路線のうち、計6路線が通っており、地下鉄駅が12駅ある、2011年の国勢調査によると、区の人口は158,649人で、そのうち71%が白人。 10%がアジア系人、5%が多様な民族グループ、3.24%がアフリカ系黒人、2%がカリブ系黒人だった。常実のようにフランス人の人口が多いことから、ケンジントンチェルシー区はパリの21区という非公認の称号を長い間保持している。2004年10月時点で、 英国国家統計局より発表された統計によると女性の平均寿命は2001年から2003年の間で84.8歳でイギリス全国で最も高かった男性の同時期の平均寿命は79.8歳でイギリス全国で3番目に高かった1991年から1993年の時期には男性が73.0歳 女性が80.0歳と、著しく低かった。2006年12月、スポーツイングランドは、ケンジントンチェルシークの住民がスポーツと他のフィットネス活動において、イングランドで4番目に活発だという調査を発表した。この調査によれば、クジンコの27.9%が少なくとも、週に3回は30分の運動をしている。ケンジントンチェルシークには、 以下のキリスト教会がある、ベルグレービアから、ナイツブリッジを中心に、ケンジントン界隈にかけて、ルイビトン、シャネル、エルメス、カルティエ、グッチなど、世界的、ハイブランドが集中している。イギリスで最も古いタブロイドシデリー、メールグループが、ケンジントンデリーストリートのノースクリフハウス内にある。もともとは100年代、シティの国内新聞の代名詞フリートストリート、界隈にあったが、 1988年現在地に移転。デイリーメールゼネラルトラストの中間持ち株会社、DMG メディアの子会社各資格媒体には、i, inews.co.uk、デイリーメール、メールオンサンデー、イブニングスタンダード、フリーペーパーのメトロ、メトロ .co.uk などがあり、また子会社ではない独立系のインデペンデントも含め、 それぞれ同ースクリフハウスに入居している。ありがとうございます。